こんにちは、スパオです。今回は無印良品の新商品を中心に買う前に知っておきたいポイントを交えてご紹介します。気になっていたけどこの辺どうなんだろう、その辺の疑問は解消できるんじゃないかと思います。そして重大発表なんですが、この度なんとテレビに出ることになりました。詳細を最後にお話しするので、ぜひ最後までご覧くださいね。ではどうぞ。まず最初にご紹介するのが、冷やしたまま持ち運べるペットボトル用保冷ホルダー。これからの季節に手放せない便利グッズをご紹介します。文字通り冷たい飲み物を冷たいまま持ち運べるという、まさに夏にぴったりのアイテムです。ペットボトル用なので出先で買った飲み物も冷たさをキープ。また水筒ではできない炭酸を持ち運べるという点もいいですよね。今回ペットボトルを2本買って、1本だけこのホルダーに入れて1日持ち歩いてみました。この日は30度から35度近くあったんですが、買ってから2時間後でペットボトルの方はぬるくはないけど冷たくもない感じなのに対して、無印のホルダーはキンキンではないけど十分冷たいと言える温度で美味しいです。そして4時間後にはペットボトルはいわゆる常温になっていたのに対して、無印の方は常温では決してない、ギリギリ冷たいと言える温度で快適でした。ペットボトルの飲み物を凍らせて持っていくのもいいと思います。また水筒に比べて洗い物が最小限になるのも魅力的ですし、バッグに放り込んでも中が濡れないのはグッドポイントです。強いて言えば若干容量的にかさばるのと、この持つところの直径が少し大きいので、手の小さい方は持つのが少ししんどいかなと思います。ただ重さの面ではそこまでしんどくはないです。実はお値段以上ニトリでも同じような商品があったんで比較してみたんですが、保冷効果自体は大きな差はなかったです。価格や重量面、カラーバリエーションとニトリの方が優れている部分もあるので、絶対無印で買わないとという商品ではないかなと思います。ただ水筒を洗うの面倒な面倒くさがりな方や、出先でいつまでも冷えた炭酸を飲みたい方にはお勧めします。続いてが、野菜や果物の鮮度を保つポリエチレン袋。無駄になってしまう野菜や果物を減らして美味しさを長持ちさせるためのアイテムです。無印良品のこの商品の特徴は、ホタテの貝殻を袋に練り込んでいる点。ホタテの貝殻はアルカリ性が強く、これが細菌の繁殖を抑えて鮮度を保つのに役立つんだそうです。またアルカリ性の強い貝殻の成分が食材の酸化を防いでくれるので、風味を保つのにも一役買っています。気になるのが、この袋本当に効果があるのかってところだと思うんですけど、今回検証してみました。比較対象として普通のスーパーの袋に入れたほうれん草、100均で購入した鮮度を保つ系の袋に入れたもの、そして無印良品の袋に入れたほうれん草の3つを用意しました。これを冷蔵庫で保存して経過を観察してみたいと思います。明らかに変化が見られたのが3日後。スーパーの袋に入れたほうれん草はもう葉がしぼんできて力がない感じです。100均の袋は見た感じ元気なんですが、触ってみると少し茎と葉の張りがなくなってきました。それに対して無印良品の袋のものはまるで時が止まっているかのような新鮮さをキープしています。1週間後の様子です。スーパーの袋はギブアップ寸前、100均の袋は葉っぱの張りがなくなってきて縮んで小さくなってきました。無印良品のほうれん草、まだ闘志を見せています。触った感じでも葉と茎に張りが残っていて、見た目も綺麗な状態でした。入れただけでもこれだけ効果があるとは思っていなかったので嬉しい発見でした。根菜もいいんですけど、特に葉野菜の保存には向いていますね。ズバリこれは買ってよかった商品でした。1週間分の野菜や果物をまとめ買いするような方には特にお勧めします。はい、続いてが、水からできたクリーナー、アルカリ電解水。次はお掃除アイテムをご紹介します。パッケージがリニューアルしていたこちらのアルカリ電解水。このアルカリ電解水というのが電気の力を借りて水をアルカリ性に変えたもので、見た目は普通の水と変わらないんですが、
電子レンジやコンロ周りの油汚れはほとんど力を入れずに汚れが落ちるんです。そして化学物質を一切使っていない分、環境や人に優しい洗剤で二度拭きの必要もなく便利に使えます。ただ今回パッケージがリニューアルとのことでしたが、499円はやっぱり高いかなって思いました。アルカリ電解水って100均でも購入ができて、無印良品の商品同様逆さ噴射も可能なんですよね。なので無印で買う理由があまりないかなと思いましたが、この無印のデザイン性がお好きなら買う価値はきっとあります。人と環境に優しい洗剤を探しているなら一度試してみてはいかがでしょうか。皆様おすすめのクリーナーがあればぜひ教えてください。続いてが水回りの汚れ用掃除シートです。最近買って便利だった愛用中の掃除シートです。水回り中心にシンクや蛇口周りの水垢落とし、コンロ周辺やごとくにこびりついた汚れを落とせます。一見するとただの紙のように見えるんですけど、この実力に思わず感動しました。研磨剤不使用なんですが、表面にザラザラがあって、これがコンロの焦げ付きやシンクの水垢など厄介な汚れを一掃してくれるんです。よく使うシーンは鍋を洗うとき、カレー作りの後や焦げ付いた鍋などスポンジで洗うと汚れたりへだったりしてしまうので、このシートで洗っています。シンクは基本研磨剤ダメなんですけど、これならガシガシやっても跡がほとんど目立たないので安心して使えます。なのにこれ本当に研磨剤不使用と疑ってしまうほどのパワーに驚きです。形状がシート状なので細かい部分の掃除もこれ1枚で手軽にこなせますし、何度でも再利用できるのも嬉しいポイント。このシート1枚が大きいので、我が家では半分に切ってコンロや洗面所周辺に置いています。汚れたらすぐに掃除ができるのと、小さくカットすると無駄がなく使えるのでコスパもいいと思います。これはおすすめしたい商品です。続いてが植物成分 100% の固めて捨てる油処理剤、糖ごま由来のひまし油を使った油処理剤です。この商品の一番のセールスポイントはこの少量パック、大量の揚げ油を使用しない方、もしくは人数が少ないご家庭には非常に便利な仕様です。油が冷めないうちに粉を入れてよく混ぜて、固まったら捨てるだけというとても簡単な方法で処理ができます。ただ油が固まりきるのに結局2時間近くも待ったので、その間調理器具を洗うことができないということに気づきました。また価格についても、確かに 100% 植物由来の成分で作られているとはいえ、他の同様の市販の油処理剤と比べると割高感が否めません。皆さんおすすめの油の処理方法があればぜひコメント欄で教えてくださいね。ここからは食品の新商品をご紹介します。スイカソーダです。無印でやると思ってはいませんでしたが、なんと出ておりました。スイカソーダ無果汁って堂々と書いてあるのがなんだか怖いですね。じゃあこれ一体何でできてるんだって話なんですが、砂糖でできてます。いやそうでしょって感じなんですが、甘さを砂糖だけで作っているジュース、何気に貴重だったりします。炭酸飲料によく使用される糖分には果糖ブドウ糖液糖が大半かと思います。砂糖キビやてんさいを精製して作る砂糖とは違って、果糖ブドウ糖液糖はトウモロコシやジャガイモなどのでんぷんを酵素分解して作られます。血糖値を急上昇させたり、慢性的に摂り続けると生活習慣病のリスクも高まるとされています。砂糖も大概なんですが、それ以上に注意が必要なのが果糖ブドウ糖液糖という認識で OK です。その果糖ブドウ糖液糖が使われていないだけ、このソーダちょっとポイント高いと思います。無果汁なのにスイカの味がする不思議。パッケージにもあるようにバニラアイスを乗せたら美味しいらしいのでやってみたんですが、なんだか赤いメロンソーダのようです。味の感想はこんなものにしたいと思いますが、果糖ブドウ糖液糖を使わずに炭酸ジュース作ったのは評価していいと思います。期間限定商品なので、スイカクリームソーダしたい方はぜひお急ぎください。続いて新商品のスコーンを4種類ご紹介します。味の差が顕著に出たのでランキング形式でお話ししたいと思います。
まず4位が不揃いカフェモカスコーン。ドリンクでいうカフェモカはエスプレッソ抽出したコーヒーにホットミルクを合わせて、そこにチョコレートシロップを加えたもの。つまりエスプレッソの香り高いコーヒー感とチョコレートの甘さの二面性を楽しめるドリンクなんですが、このスコーンではどうでしょうか。全体的にかすかなコーヒーのほろ苦さはあります。ですが風味は控えめです。モカの部分のチョコレートは中にチップで入っているので、相棒のチョコレート感は感じます。コーヒーの風味はインスタントコーヒーとコーヒーソース濃縮コーヒーで出しているわけですが、個人的にはもっとコーヒーが強かったらエスプレッソの香ばしい風味が出てよかった気がします。特に突出して何かが目立っている味ではないので、よく言えばバランスが取れている、厳しめに言えばちょっと中途半端な印象にも映りました。まあコストの関係で限界あったと思いますが、純チョコレートなのもちょっと気になりました。続いて3位が不揃いチャイスコーン。インドの飲み物であるチャイをスコーンに見立てた商品です。厳密にはスパイスの入ったマサラチャイをイメージして作っていて、シナモンと生姜の風味をベースにチャイ感を出しています。生地の食感は今回紹介する中で一番ホロホロと崩れるような食感です。表面にはアイシングのような砂糖のコーティングがされてあって、ジャリッとする食感がいい塩梅です。シナモンってスパイス感を出すにはもってこいなんですが、ちょっとシナモンに頼りすぎたのか、香りの面ではやや控えめな感じ。それ以上に紅茶の風味がそこそこあったのが良かったです。個人的にはカルダモンとかもう少し複雑なスパイスの香りが出ればなお良かったんですが、これはこれで最低限のチャイの風味は感じられます。そして2位が不揃い蜂蜜とくるみのスコーン。くるみのサクッと食感が嬉しい、食感でも楽しめるスコーンです。このスコーン、前の2つとは大きく風味の部分で違います。もちろんさっきの2つは全体的に味がついている生地で、この蜂蜜スコーンはプレーンベースではあるんですが、それを差し引いてもこちらの方が断然美味しい。この理由が原材料を見たらわかるんですが、これバター入っているんですよね。マーガリンも入ってはいるんですが、このバターのおかげで生地の風味が段違いです。蜂蜜のせいなのか、質感もしっとりめで安っぽい感じはしないですね。蜂蜜感を探すのはちょっと難しいですが、風味の面ではおすすめです。そして今回の一押し第1位は不揃いチョコとアーモンドのスコーン。チョコとアーモンドという誰が食べても美味しいやろ枠のスコーンです。マーガリン使ってはいるんですが、こちらもちゃんとバターが入っているので生地の風味良いです。そして純チョコではなくちゃんとチョコレートを使っている点も見逃せません。アーモンドはスライスではなくダイスカット状で入っているんですが、生地の水分を吸ったのかちょっと柔らかくなっていたのが残念ポイント。でもチョコレートとの対比ができるほどにナッティーな食感は感じるので、味しかり食感しかり、今回の新商品スコーンの中ではこれが一つ抜けている仕上がりでした。上位の2つのスコーンに言えることなんですが、この2つ作っているメーカーが一緒なんですよね。このル・フレンドっていうメーカーさんなんですが、これ実は無印大人気のあの不揃いバームを作っている花月堂さんの関連会社。花月堂屋号が常磐の焼き菓子で、ル・フレンドが冷蔵系メインの焼き菓子を製造しているようで、今回のスコーン常磐品ではあるんですが、冷蔵系のスイーツのエッセンスを取り入れたような素敵な仕上がりでした。なので無印で美味しいスコーンを選ぶならバター入りを選ぶか、製造がル・フレンドのものを選べばとりあえず間違いはないかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。キッチンやお出かけの際の便利グッズなどの新商品が目立った回でしたが、何か気になるものはありましたでしょうか。こんな水筒っぽいペットボトルホルダーがあるなんて初めて知ったんですが、車で移動される方や炭酸命の人はいいんじゃないかなと思います。そして冒頭でお話しした通り、この度テレビに出演することになりました。はい、顔出しします。多分これっきりです。一つ言い訳しておくと、めっちゃ体調悪い時の撮影だったので、ただでさえ大したことない顔がよりひどい感じで映っているはずなので、その点だけご了承ください。番組名が TBS の熱狂マニアさんという番組で、放送が7月29日土曜日19時から21時なので、お時間ある方ぜひともご覧ください。
今回店舗ロケから自宅ロケ、スタジオ収録までとっても大変だったんですが、貴重な経験をさせていただきましたし、収録時代気合い入れて喋っているので、どうぞお楽しみに。今回の動画も放送の内容も少しでもお買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、たまに全国のスーパーで買えるおすすめの商品など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムやヤフークリエイターズも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。次回は7月29日土曜日19時にテレビ越しでお会いしましょう。バイバイ。